早弁です。今日は青森県の方に来ておりましてね、西目屋郡ってところかな、こちらね道の駅白神なんですけれども、ラーメンのスタンプラリー本でもね、該当店舗なので行ってこようと思います。はい、来ました。こちらの方が、レストラン、ボリノドアっていうねのがあるんですけど、そちらの方で、名屋味噌ラーメンというのがね、冬のね代表メニューということで頼んでみました。いただきましょう。かなり香りがいいな。多分鉄鍋で炒めたりしてるのかな、具材を。おう、あ、結構味噌のコクがありますね。で、甘さはそんなにない感じ。意外とね弘前あたりだと甘めの味噌ラーメンが多いっていうんですけれども、甘さはそんななくてコクがある感じですね。麺が黄色の縮れ、昔ながらを感じながらも、だから麺自体は結構美味しいけどな。あ、こういう風にキャベツの焦げとかもあってね、香りもありますね。野菜も美味しいし、まあ、野菜と一緒に食べてると味噌の甘さもちょっと感じるようになるね。鮮度が悪くなってるとこういう風にちゃんとしたネギの香り出ないけど美味しいわ。あとキクラゲもあるよ。生のキクラゲじゃねえかな。最後していただきました、バターとかそういうのでもね合いそうなラーメンでしたね。コクが出て甘みとかも出たね。で、こちらの方ね雪景色も楽しめた感じですね。クリームとかもあるんだ。あ、新米白髪の米リキュー、これなんだ、スパークリングワインとかあるんだ。あ、白髪方面は確かにワイン作ってるもんね。秋田でもあったわ、そういえば。蕎麦焼酎もあるんだ。へえ。あ、確かに蕎麦焼酎の文化も確かあったな、秋田方面でも。白金方面でね。へえ。はあ、これが工場見学とか書いてるな。津軽塗りなのかな。だから結構いい感じの柄ですね。水平のサポート。へえ。うん。あ、ホルモンとかニンニクとかあるんだね。あ、だけ君の混ぜご飯とかあるんだ。スープ、だけ気になるとうまいからね。こっちは中ドルかな。蜂蜜があって、あ、醸造タンクがあるんだ。こっちはご飯系、あ、切り餅とかあるね。秋田に行くとね、この形だとバター餅だけどね。じゃあ、あれモンブランかな。
以外にもブルーベリー、ああ山菜の水煮もあるよ。切れちゃってるね、さすがにね。確かね、限定で豆腐とかもあったりするんだけど、それも1日限定で個数が決まってるんでね、売り切れちゃってるかな。あと結構ね、あの漬物かとかも人気で、あっという間に朝からなくなっちゃうみたいでね。あ、豆腐はあって、これもちょっと後で買っとくよ。他にもくるみとかね、ありますね。会話ニンニクだ。さすがニンニク王国青森。うん。ボリューム280円だからね。だシールもっと安いんだよな。これで500円台っていうのは安いね。これ熊皮を使ったものがあるんだ。あ、すごいな。財布だとかキーケース、名シールがあるんだ。へえ。鈴、うん、熊行くの鈴とかね。おもろいな。はい、で、買ってみました。こちらね、豆腐、くるみ。そう、なんだかんだ言って、くますずもね、買ってみました。これはね、熊の皮っぽいですよね。ということでね、いろいろちょっと楽しんできました。ね、津軽白神ね、ビーチねしめ屋っていうんだよね。うん。またね、ちょっとなんだ、納豆だとかね、漬物だとか人気食材も買いに行きたいと思います。以上、アベンでした。ご視聴ありがとうございました。